ペンネーム、桜さん。20代の女性から届いた相談です。タイグお様、こんにちは。26歳の女です。私は現在、うつ状態と診断され、仕事を休職しています。まとまりのない文章で大変恐縮ですが、目を通していただけたら嬉しいです。私は社会人になるまで特に大きな失敗をしたことがなく、部活動も受験勉強も自分なりに一生懸命頑張って、自分なりに納得のいく進路を歩むことが、 できていました今思うと頑張る自分が好きというふうに思っていたのかもしれません。今年新卒で入社した会社を3年ほどで退職し別の会社に転職しました。転職して最初の3ヶ月ぐらいは特に問題なく働けていました。しかし半年ほど経ってからだんだんと自分の気持ちや体がおかしいなと思うことが増えました。具体的には 楽しい予定があっても楽しめないことが増えたり、不安で夜寝れなくなってしまったり、体中がだるかったり、集中したくても集中できないということがありました。人の前では平成を装うのがやっとという状況でした。仕事でもだんだんとミスが増え、最初は優しかった教育担当の先輩も、これは前も言ったことだよね、と言われてしまい傷ついて、ミスしないように気をつけてもまた同じようなミスをしてしまう。 だんだんと先輩に対して怖いという気持ちを持ってしまうようになりました。また仕事ではチャットを使っているのですが自分が返信対応を考えている間にチャットがどんどん入ってきてしまい早く返信しなきゃと焦ってなんで早く返信できないんだろうとチャットにも不安を感じていました。それから何日かして休日でも仕事から帰ってからも涙が止まらない日が続きある日 自分の人生で初めて仕事に行くのが怖い、仕事を責任持ってできるとは思えないとパニックになってしまい、休職してしまいました。今までできないことがあっても、なんとか頑張れば乗り越えていけることができていたのですが、今回は初めて乗り越えられないと思ってしまいました。そんなことを思った自分に、すごくショックを受けると同時に、これからどうやって生きていけばいいのかがわからなくなってしまいました。休職中は実家に戻っているのですが、 毎日母に泣きながらこれからどうすればいいのかわからないと言ってしまうのも罪悪感があります。家族に心配をかけないためにも早く良くなりたいのですが、この先どんなことも乗り越えられず、頑張れる気,気がせず、休職中も毎日不安です。大学在学中に関節リウマチという自己免疫疾患にかかり、この持病を抱えたまま生きていけるのかなど様々なことが不安になります。 今の職場に戻って仕事ができるイメージが全く湧かず、また頑張ろうと思えない自分が本当に情けなく毎日辛いです。私はこの先どのように生きていけばよいのでしょうかまたこの先どんなことも乗り越えられず頑張れる気がしないという考えを払拭する方法はあるのでしょうか生明という教えがあります。生明というのは 正しい命と書くんですけれども、この正しい命ですね。正しい命という意味は何かというと、正しい仕事ということですね。仕事の重要性を説いた教えです。で、この、そもそも、小名というのは、お釈迦様が苦を 手放してて明るくく生きていくためそのために8つの具体的な実践日々の実践こういうことに気をつけていきなさいよということを説かれた具体的な8つの実践の項目があるんですねこれを八正道と言いますお釈迦様はただこう私たちに何かいかにして 生きるかという考え方を解いたというだけではなくて、どのようなことに日々具体的にその取り組んでいったらいいのかということを説かれたんです。で、この八つの実践していったらいいよという項目の中の一つに、小、妙というものがあります。まあ今、私全国を回って毎月 大愚道場というのを開催しているんですが、あの、この大愚道場では、このお釈迦様の説かれた発祥道という、八つの私たちが日々実践すべき、あの、実践項目ですね。自分の人生をより充実して生きていくために、苦を手放して明るく生きていくために、気をつけていった方がいいという、その、行っていった方がいいという、その、あの、取り組むべき項目っていうもの、 え、それを、に、まあ、プラスアルファ、えー、もう一つ、あの、私が多くの方々のお悩み相談を受けてきて、今皆さんにとってですね、ものすごく重要だと思うことを一つ項目として加えて、まあ、物心急衝動という形で、9つの私たちのこの実践、え、していく日々の修行項目をですね、皆さんにお伝えするっていう、え、活動をしているんですけれども、 いずれにしても、このお釈迦様の説かれた、私たちが、こう、苦を手放して明るく生きていくための八つの実践特目のうちの一つに、とてもとても重要な項目の一つにですね、正命というものがある。で、この正命というのは、正しい命と書くんですけども、これどういう意味かというと、仕事のことです。で、基本的にそのブッダの教えでは、 この日々私たちがする、行う仕事ですね。生きていく、あの上で、その過程を得ていくという仕事。で、この仕事が、最終的にこう、誰かを傷つけたり、殺めたりとか、えー、そういう類の仕事というのには従事しない方がいいというあのことをおっしゃってるわけです。そう。私たち考えてみると、あの、まあ、社会人になるとですね、一日の 時間というのはどのようにして使われるかというと、まあ、朝起きて、そして仕事に行って、そして帰ってきて、で、休みの日は友達とか家族とか、あの、好きな人とかと遊びに行くとか、大体いいそういう一週間を送りますよね。だけれども、一週間のうちのほとんど毎日仕事なわけですよ。週休 3日のところもあれば、2日のところもあれば、週休ほとんどね、取れないようなところも、仕事もあるかもしれませんけれども、でもね、どんな仕事をしているのかということは、こ人生の中においてものすごく重要な意味を占めるわけですね。で、その特に1日の中で、まあ、あのコロナの時はリモートワークとかありましたけども、それでも自分が関わっている仕事っていうのは、家にいようが、どこにいようが、喫茶店で仕事していようが、やっぱり仕事は仕事です。 で、何をしてるかっていうこともすごく重要です。で、この一日のうちの時間の使い方の中で、まあ、職場に行って働く。そして、戻ってきて、え、仕事をする。であ、戻ってきて、あの、家で休む。ね。だけども、この一日の時間の中で、仕事をしている時間っていうのは、実は、ものすごい長いわけです。ね。で、一日8時間労働まあ、行って帰ってきて、 その往復の、職場までの往復の時間、どうでしょうか ?2 時間ぐらい見たとしてもですよ。1日8時間労働プラス2時間で10時間。で、10時間という時間は1日24時間の中でですよ。最も起きていて活動しているという時間からすると、最も大きなものですね。その家に帰って、会った後の時間の方が時間数としては長いんですけど、寝ている時間を含めると、 起きている時間ですね。一日の中、起きて何かしら活動しているという時間からすると、仕事をしている時間、職場にいる時間っていうのは、これ最も大きいんです。で、そう思うとですよ、これを、まあ、定年まで、あるいは定年過ぎてからも働かれる方ありますけれども、ずっと続けていく。で、この、この時間、仕事、どんな仕事に関わっているかっていうことが、本当に私たちの人生にとっては、あの、幸福をやっぱり分けていきます。で、 お釈迦様は、この私たちが生きるために、その避けては通れない何らかの仕事を、この仕事を、どんな仕事を選ぶか、ということを、やはり慎重に考えていく、大事にしていく、ということを説かれたわけです。これが、庄、妙ということですね。ただし、命。じゃあ、この、どんな仕事に関わるかって、いろんな仕事があると思います。で、 まあずっとですね、まあ私もいろいろ皆さんからの相談を、あの、これまでも、あの、たくさん受けてきたり、それから実際に、あの、まあ私も、えー、僧侶でありながらですね、えー、僧侶になりたくないと思ってあがいていた時期に立ち上げた、あの、事業で、それがですね、あの、またいくつかあったりするので、まあ今は、その僧侶の傍ら、経営マンダラという、あの、 経営者のための勉強会っていうものを開催して、そして経営者の人たちに、リーダーの人たちに、そのぜひこの人々が、証明として関わっていくような仕事が世の中に一つでも多く、あの、できたらいい。あるいはリーダーの人たち、社会の経営者の人たちがやっぱり変わっていかないと、ね、今の働き方だとか、あの、皆さんが働いていく環境、それが少しでもやはりより、 照明となりうるような働く環境に変わっていったりしないと、本当にね、あの、どんどん人々が病んでいくっていうね、あの、現実。縦でさえどんどん生産労働人口と呼ばれる、その、生産活動に従事する人口が減っているわけですね。 日本は少子高齢化でどんどん高齢者の人たちが今増えていて若い人たちが減っているわけですよ。でもこの若い人たちっていうのはまさにこの生産労働人口でこの日本の経済を支えているし日本の社会を支えているしでその人たちが毎日仕事に行くところがこの仕事が自分にとって仕事を一生懸命頑張っている人が病んでいってしまう。でこれはねもう個人の責任じゃないんですよ。 社会の責任であり仕事を作り出している人たちっていうのがちゃんと何が起きているのかっていうことを理解してその仕事の内容もそうですしそれからどんな仕事の環境にするのかっていうこともそうですしそこを考えていかなければいけないんですねそして今本当にこうお仕事って言っても一生懸命働いても働いてもなかなかこう給料として還元されてこないというような仕事もあれば まあ生産性が低いと言われるようなそういう仕事をずっと続けている人たちもいれば、一方でですね、ものすごくべらぼうに儲けてるけれども、儲かってけれども、でもね、社会の人間の倫理として道徳してとしてどうなんだっていうお仕事だっていっぱいあるわけですね。そう。だから経営者の人たちがどんどんですね、自分さえ儲かればいいとか、ね、あの逆にこう、人々っていうのは自分が あるいは株主が儲けるための駒であるというような考え方で仮にですよ、ものすごく利益率の高い会社を作ったとしたらその経営者の人たちとか株主の人たちは儲かるかもしれないけれども働いてる人たちっていうのはもう地獄ですよ。そう。一日の中で,ですか家にいる時間よりも長い時間働く職場で仕事に従事しているというこの仕事が職場環境が 仕事の内容が人間を幸せにするものでないということであれば、これはもう世の中地獄になっていきますよ。で、まあ今ね、いずれにしても、だからどんな仕事を選ぶのか、どんな人たちと働くのか、で自分がどのようにしてその会社やコミュニティに貢献するのか、もうとにかくここが健全化してこないと、この日本の社会だけじゃない、本当に世界の人たちが苦しみのループにずっとはまっている。 で、それに対して、ストレスのマネジメント方法とか、苦しみの、何か、ね、その自分を変えることによって苦しみを手放していくとか、あるいは、まあ私も、マインドフルネスとかね、なんか座禅とか、そういうことを企業の会社の社員さんたちのストレスを減らすためにですね、研修をしてくださいって言って企業さんから頼まれたりするんですけれども、まあ言ってね、その人たちの会社の雰囲気を感じて私が思うことは何かというと、 その、それぞれの会社がそれぞれ一生懸命働いておられるわけですよ。で、たまに私そういうところに行って、なんか文句を言ったりなんて、なんかね、その外部から厚かましいことを余計なことを言ったりみたいなことをしたくもないんですけども、でもね、その、いつもいつもその会社に行ってないからこそ、たまに行くからこそ、その会社に行った時に、その職場っていうのが、人にとって幸せなものなのかどうなのかっていうことは、やっぱり余計わかるわけですよ。で、 要するに、会社が、経営者の人たちが仕組みとして持っている、作っている、その会社の仕組みが、人に対して多大なストレスを与えたり、あるいは精神を病んでしまうような状況を作り出していたりするんであれば、私の役割というのは、じゃあ、そのような、人に対してものすごく従業員の人たちに対してですね、ストレスがかかってくるような、その、 職場の仕組みであったりとか、考え方であったりとか、その経営の体質であったりとかっていう。で、そのこと自体を見直していかなければいけないんじゃないかっていうことを私はやっぱり提案しなければいけないと思ってるんです。そうじゃなければですよ。とにかく、本当にこう、 お、働いていく人たちがどんどん疲弊していく。で、実は幹部の人も社長さんも疲弊しているというようなビジネスモデルがずっと繰り返されているところで、人々のストレスっていうものを心を変えることによって、仮にそんなことが私が行くことによってできたとしてですよ。それを心を変えてストレスをと、ストレスとして感じないようにしてしまうっていう。で、そのようなことが仮にできたとしてですよ。それでどうなるかっていうと、その会社は、やはり、 いつかは体力的に疲弊して、そして潰れていってしまうってことになるわけですよ。誰も幸せにならないんです。ですから、いや、ちょっと待ってくださいと。今、社員さんたちのストレスマネジメントということで依頼をされてここに来ましたけれども、そもそもこの会社の持っている仕組み自体が、頑張っても頑張っても利益が出ない。 だけどもっと頑張れと言って追い込むという体制に、社員さんもそうですけど、経営者自身も追い込まれていませんかっていうことを、やっぱりこれは指摘しないといけないな、ということで、まあ、K マンダラっていうのを始めたんですけれども、そう。やっぱり本当にね、私たち、今、社会の中で、あの、いや、生きていくの大変ですよ。それは、大合省、そんなこと言ったってね、あの、全然、ストレスのかからない仕事なんてありませんだ。その通りです。よくわかります。私も経営者ですから。 ねえ。ですから、その、皆さんが、まず、体力。基礎体力を持ってなきゃいけない。基礎精神力っていうのをちゃんと養っていかなきゃいけない。そしてやっぱり仕事ですから、そんな、思った通りに思ったことが全て順調にいくなんていうことはむしろない。むしろこういう荒波っていうのをどうやって超えていくかってことをやっていかなきゃいけないけども、それでも、ですか。仕事量がすごく多いんだけれども、ものすごく、 楽しげに、誇らしげに仕事をしておられるっていうような中小企業もあれば、もう福利厚生いっぱいついて、あの、誰もが知ってるような大企業でですね、もうどこへ行っても、えー、いいね、そんな会社に勤めて、なんて、そんな会社であっても、そこで働いておられる方々が全く幸せそうに見えないっていう、そんな企業さんだってあるわけですよ。だから本当に、あの、私これ、ね、仕事の量じゃないんですよ、必ずしも。やっぱりでも、 毎日そこに行って仕事をするというその環境、人、雰囲気、それから仕事に対しての取り組み方。これはやっぱり全部バランスです。で、そういったこのバランスがちゃんと、ま、ある程度の、あの、範囲の、範囲といいますか、揺れの中で収まってるっていう。で、そうすると私たちやっぱり仕事に行くっていうことがね、大変だけれども嫌じゃない。ねえ。で、そういう、 こう、ビートと一本の線じゃなくて幅を私たち生きてるわけです。あの体温だってそうですよね。大体平均体温が36.5度とか。だけども、じゃあ36度ぐらいになることもある。ね、37度近くなることもある。でも、その中で何とかこう健康っていうのを保ってるじゃないですか。で、その仕事も一緒なんですよ。こういう日もあればこういう日もあるし。 で、うこう、ちょっと、こう、下がりすぎちゃった日もあれば、ちょっと、こう、行き過ぎちゃった日もあるけども、大体、このバランスの幅の中に、あの、収まってくるっていう。で、そうであれば、自分も、会社も、長く、ある程度ね、働くことができる、仕事をしていくことができる。だけど、そこから、こう、大きく崩れてしまうってなると、ね、皆さんだって、風邪をひいたりとか、 調子が悪くなったりとかってなると、時々お休みが必要だったりする。でも数日間ね、あの家に行ってちょっと休養していたら回復して、逆にずっと家にいることがもう嫌だなーってもう窮屈だなとかなんか外で仕事でもしてたいなって。で、そうなるのが健康じゃないですか。そう。ところが、ところが桜さんのように、仕事に行っていて気がついたらっていうね、 で何かはっきりとした原因が自分の中であるというわけでもないんだと思うんですね。何かすごくこう、あの、ものすごく厳しい上司の人がいてとか、なんか、あの、ものすごく嫌な人がいてとか、お客さんからものすごいクレームがポーンとあってとか、そういうことじゃなくて、なんか自分なりに転職して、ようやく仕事に慣れてきたかなと思って仕事をしているときに、 あれあれあれってでそのミスが積み重なってきて、さすがにそれまで優しかった教育係の人とかが、大丈夫この間も言ったでしょみたいにしてなってきて。そう。で、桜さんのような方が今本当に増えてるんですね。私の元にも相談来る、その相談者さんの中でですよ。何かはっきりとした原因があるわけじゃないけれども、なんだかわかんないけど、ある日突然っていう。 で、仕事に行けなくなっちゃった。これから私はどうやって生きていったらいいんでしょうか。うで、この問題をどう考えるかって言った時に、実は私に、いろいろ思い当たることがあって、今、皆さんに対して提案をしていることがあるんですね。この福厳寺でテンプルステイということを始めました。大愚道中というのを始めました。私もこの仏法が、 確実に皆さんにとってですよ。あの、いろいろ心を病んでしまう方にとってとか、生きづらさを感じている人にとって、その苦を手放して明るく生きていくっていう、そこの何かきっかけになっていく、道しるべになっていくということを確信しているんですけども、ただ、何かしらお寺に行って時々自分を見つめ直しなさいっていうことだけでは、不十分な状況が今、この現代の社会には、 あるんじゃないかっていうことを感じてます。で、それが何かというと、まさにこの桜さんのように、ね、何かしらこう、はっきりとした原因があってっていうんじゃないけれども、仕事にずっと行きながら、知らないうちに気がついたら自分が仕事に行けなくなるというところまで、心身をこう病んでしまう、ね。病というのは、日常の私たちの 学業であったりとか、仕事であったりとか、日常生活に支障をきたす、仕事に支障をきたすという状況になってしまった段階でもう病なんですよ。でもこれが、本当にこの原因不明の病というのはどんどん増え続けている。で、必ず物事には原因があるんです。たぶその原因が私たちがはっきり分かっていないだけなんです。でもこれ桜さんだけじゃないんですよ。こういうことに今突き当たって苦しんでおられる方があって、で、まあ私も僧侶として何ができるかということを考えたときに、 これをただ仏教をお伝えしているというだけでは、ね、これは不十分だなと。で、私に他に何が思い当たる節があったり考えられて皆さんにとってお役に立てることがあるだろうということを考えたときに、実は私セラピストとして15年いや20年現場でずーっと患者さんたちの体に触れて皆さんの悩みと心の悩み、そして体の疾患というものにずっとこう向き合ってきたんですね。 で、私は医師ではありません。けれどもね、医師ではない、むしろ病院に行くまでもない人、あるいは病院に行ったけれども、はっきりと画像診断、あるいは医師の診断というものは、下せない、というような不調ですね。で、そういった不調に対して、何かしら、こう、できることがないかと思って立ち上げた治療院だったんですけども、まあ、そこへ、 多くの方々が通うようになって、そこに医療従事者の方ですね、あの、看護師さんであったりとか、その医師の方々であったりっていうところも、あの、私のところに、あの、通われたりして、それで、まあ、びっくりするんですけども、医師の方がですよ、あの、私の施設療院に来られて、施術をしているときにですね、まあ、ご自身がちょっとやっぱり病気になられて、で、その、病院の方にも、ね、その、自分も医師なんだけれども、 あの、自分が患者になって病院に行って気づいたことがあるっておっしゃったんですよ。その先生がね。で、何ですかって言ったら、皆さんこんなにたくさん薬をもらってるんですね。って。面白いですね。自分が患者になって初めてその医師の方は気づかれたんですよ。こんなにたくさん薬をもらってるのかって。そうですよって。で、先生飲まれてるんですかって言ったら、いや、正直言って飲みたくない。そうでしょっていう。 まあ今本当にあの私の元には多くの医師の方からですね何かしらこの人間のこのどう考えても西洋医学だけでは対処できないかといってこの従来の東洋医学っていうものを持ってしてもなかなか対処できないそれは何かというと体だけじゃなくてやっぱり心とのつながりによって体っていうものが大きく影響しているということをもう認めざるを得ないという時代になってきたんですだから目で見てレントゲンズ CT ね MRI 色々とって、そこにはっきりと原因がこうですよって分かってりゃ、それはもうね、対処の仕様っていうのはあります。けれどもそうじゃない。そういうものでは分からないという、この人間の心と体のつながりという部分で、本当に、この、厚生労働省のガイドラインに載ってないようなね。で、そのような、でも確かに本人からしてみると不調。しかもそれが、 学業であったりとか仕事であったりとか家庭生活に営んでいくっていうのに、支障を来すようなレベルまで、倉さんのように、こう、何とかしたいと思ってるんだけど、自分では何ともならないと。さて、こういうことに対してですよ。もう私たちは、私は坊さんですよ。私は医者ですよ。私は学校の先生ですよ。とか、私は、ね、あの、何々ですよ。って言って、こう、それぞれの、まあ、 なんでしょうね、その分野にこもっていないで、やっぱりちゃんと対話をしてながら、人間というものをトータルで見ていかなければいけないっていう、そういう状況に今あると思っているんです。なので、ね、あの、私も、この人々の心身の健康、ね、これをただ、この仏教で、その、お葬式や法事ということに従事しているんだけじゃなくて、人々が苦を手放して明るく生きていくという、ここにですね、何かしら、その、 これまでの仏教の枠組みということを超えて、そして、やはり多くの専門家と対話をしたりして、とにかく何かしら人間の研究っていうのを進めていかなければいけないっていう、そういう感覚を得てですね、まあいろいろと、まあ私も今、この寺をプラットフォームとして、大愚道場もそう、テンプルステイというのを始めたのもそう、 それから今度全セラピーっていうのに今ちょっと取り組んでいるんですけれども何かしら私たちは医師ではないので薬とかそういったものを使わずにねでも何かしらこう皆さんの今の明らかなもうこういう病気ですよっていうことが現代の医学でちゃんと診断のついて治療方法も確立されているということであればそれはもう病院行った方がいいんですでもそういうことじゃないんだけれども何かしら自分がなんでだろうなんでだろうという で、そこを専門家も実は分からない。ということであれば、それ何か放っておいたって現状変わらないし、どんどん悪化していくだけだし、本人辛いですよね。仕事も行けない。毎日お母さんに泣きながら、私はこの人生これからどうなるんだお母さんも辛いよ。家族だって大変ですよ。でもそういう人たちがいっぱいおられるんですよ。桜さんだけじゃないの。でも、ここに対して私たち何ができるかってことを考えていったときに、ね、いろいろと、その、今言いました、職場、 っていうものの仕事の体質、体制、環境で。それも含めて、やっぱりトータルで人間の生活を見ていかなきゃいけない。でも、確実に言えることは何かというと、桜さんが今のような状況になってしまった。で、で、このようになってしまったっていうのは、やっぱり何らかの原因があるんです。一個じゃないんですよ。小さな要因っていうのが積み重なっていって、そういう原因になっていったりするわけです。 つい昨日の私が読んだ新聞の記事にですね、あの、マイクロプラスチックっていうものが日本の、日本でも人体の中からこう検出されたっていうような報告例が載ってましたけれども、私たち今こう環境をね、日々吸っている空気であったり、何気なく食べている食べても食べ物であったり、何にも気がつかないうちに、知らず知らずのうちに外から入ってくる、この人間にとっての異物、 あるいは人間にとっての有毒な物質っていうものを体の中に取り込んで、それがずーっと時間をかけて蓄積していって、で、あるタイミングで、なんだかよくわかんないけども、私は不調を感じるみたいなことっていうのが実際に起きうるわけです。で実はこれ心も一緒ですよ。 知らず知らずのうちに私たちがいろいろな刺激に触れて情報に触れてそしてまたあの私たちが仕事をしていくということで日々仕事をしているんですけどもパソコンにばっかりずっと向かってたら体やっぱりおかしくなりますこれうちのあの修行僧の人たちっていうのはパソコン作業もやりますうちの修行道場はパソコンも持たせますからスマホも持たせますでそういったものから一切遮断してという時期もありますだけども現代の社会の中でその仕事をしていくという上で うちに修行に来ている人たちの中には将来ずっとお坊さんをやっていくかどうかっていうのは分からない人たちだっていっぱいいるので。で、その人たちは社会に出て必ずこのデジタルの機器を使いながら仕事をしていくっていうことになった時に、私は感じてほしいんですね。ずっとこのデジタル機器にずっと関わっていると体がどうなるかってこと、みんな言いますおかしくなるって。皆さんは全然悪気はないし、企業さんも悪気は全くないんだけれども、今の現代の社会の中の仕事の環境っていうのは、人間の 長い歴史をかけて、こう、今のようなホモサピエンスの状態になったっていう環境が激変してるわけですね、この近年。で、この中にあってですよ、ずっと一日私たちは椅子に座ってパソコンの前でずっとパソコン作業をしているっていう。で、そのことは仕事としてどうしてもやらなきゃいけないとしてもですよ。じゃあ体にとって心にとって本当にいいのかって言ったら、それはそうでないってこともいっぱいあったりします。 コロナのワクチン今、副作用副、あの、副作用ですね。副反応じゃなくて副作用が、明らかな副作用とかコロナのワクチンを打ったことによって、原因不調の、もう体調が、あの、本当に崩れてしまって、仕事に行きたくても行けないとか、ね、すごくこう、何かやる気が全くしなくなってしまったとか、味覚障害っていうのが、2ヶ月も3ヶ月も、いや、1年も取れないとか、そういう人たちも報告されてたりしますよね。 私もコロナになって、味覚障害になって、そして、あの、もう、なんでしょうね、熱も下がって、体の調子が全く、こう、悪くないという状況なはずなのに、全然仕事がしたくないっていう期間を、やっぱり経験しました。なので、あ、こうなってしまうんだなぁってで。なんか、このまま何にもしたくないなぁ。この YouTube の一問一答の撮影とかでも、 もうなんか全然こう前にた座ってね、話してるだけなんですけど、こんなことそれはもうやりたくないなーって思ってしまうというかやっぱりありましたもの。ねで、自分の根性とか気合とか思いとかじゃないんです。だけれども、だけれども、こういうことが少なからずとも現代の社会の中で起きている。だから、本当にこの桜さ,さんの今のこのね、 あの、うつ状態と信頼された、仕事をされて仕事を休職している。この桜さんの状況というのが、本当にこれ今日本の中で、そしてまた日本だけじゃない先進国の中で社会問題になっているということです。でも原因は何かこれですよって一つじゃない。 仕事にも原因があるでしょうし、桜さんの基礎体力とか精神力にももちろんあれだし、仕事に対しての考え方とか取り組み方っていうところもひょっとしたら影響してるかもしれない。だけどとにかく、桜さんだけが何か悪いとか、桜さんだけはなんとか、あの、自分一人で悩んでてどうこうなるとか、あるいは精神科医の先生のところに行って診断してもらってお薬をもらったりとか、それだけで良くなるかとならないですよ、もう。で、どうしたらいいかって言ったときに、本当に、 私も一人の仏法を解きながら、やっぱり皆さんの苦を手放して明るく生きていくという、そのことに対して仏陀の教えということを通じて、皆さんを健康に、ね、そして幸せに導いていくという一人の専門家なわけです。だけども、当然、私が関わっているという分野だけではなくて、多くの専門家の方々と対話をしたり、あるいは社会的に影響力のある人たちというのと関わりを持ったり、 ねそれが例えば経営者でもあるわけですよ。会社の経営者。やっぱり従業員の人たちがどんなに色々と働き方改革とか自分たちの心をストレスに対して強くしようとか、もっと柔軟に物事を捉えるようになろうとか、何かもっと多角的に視野を広げていったり、ねもう少し物の見方の解像度を上げていこうとか、ね、そういうことを研修を受けてどんなにやったとしてもトップが変わらなかったら会社なんか変わらないんですから。で、その意味において、 その経営ダラを開催して、そのトップの人たちにも、リーダーの人たちにも、何かしら、このままでいいんだろうかっていう危機感、あるいは問題意識、ということをちゃんと持ってもらいたいって、そういう意味でね、いろいろバッシングも受けますけれども、その経営ダラみたいなことも始めたりしてるんです。まあ、いずれにしても、桜さんに対して私が今回ね、処方箋としてアドバイスとできることっていうのは、確信を持って、これさえやればいいっていうことではないんです。 だけれども、いくつか試していただきたいことがあります。処方箋です。まず、これ、男性であっても女性であったりも、でもそうだと思うんですけども、やっぱり、鬱になってしまうってなると、そうすると、仕事に行けないんですよ。仕事に行けないってなるとどうなるかっていうと、やっぱり自分の家にいる時間が長くなります。じゃあ、家にいる時間っていうのは何をしているのかって言ったら、家にいる時間何もしてないわけじゃないんです。 なので、例えば YouTube を見たりとか、それからゲームをやったりとか、何か、あの、ずっとでもそんなにして変わらない自分っていうのがすごくもう嫌になってしまって、それでストレスを発散しようとしてですね、やっぱりこう、ひたすら食べたり、ね。で、していくうちに、だんだん、この心の病っていうものが、体にとっての病になっていってしまうんですね。で、人間って生き物ですから、 ちゃんと自然の摂理に従って生きてます。で、例えば睡眠時間が短くて済むというようなショートスリーパーと言われるの人とか、あるいはその昼型の人とか夜型の人とかいろいろあるかもしれませんが、でも基本的に多くの人たちっていうのはやっぱり生き物ですから、睡眠時間もある程度ちゃんと確保しなければいけない。ね、7時間、ね、8時間寝なきゃいけない。で、起きている時っていうのはやっぱり私たち肉体を持ってますから、 私たちの肉体というものは筋活動が起こることによって健全な状態を保つことができます。だからつまり私たちやっぱり体を使わないとダメ。筋肉を使わないとダメなんです。だけれども家にずっとこもっている時間が増えればどうなるか。で、その私たちの脳は働いている。体も起きている。 だけども、どん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 こんな状況でって、自分何とかしたい何とかしたい何とかしたいと思いながら、ずっと家にいて暇なんですで。この暇な時間の潰し方をどうするかっていうと、ずっとパソコンを見たり、ゲームを見たり、YouTube を見たりして、デジタル機器にずーっと関わってるんですよ。で、これがさらに、心身の健康を壊していくという状況になっていくんですね。だからとにかく、まあ、あの、 テンプルステイっていうのを始めて結構鬱つの方とかもいらっしゃったりするんですけども、とにかくですね、そこで私たちがアドバイスできることって言ったら、無理する必要はありませんけれども、その生活のリズムが崩れていく。そしてずーっと夜起きていて、ずーっとゲームをやっていたり、ずーっとなんかゲームをやってなくても動画を見ていたり、YouTube を見ていたり、とにかくこうデジタル機器にずーっと関わっている時間が長くなればなるほど病んでいきます。 なので、どこかでそういうものを全く関わるなっていうことではなくて、やっぱり私たち人間としてね、生き物として、体も動かした方がいいし、日光にも当たった方がいいし、ということで、その、なんとかして自分が少しでも今の状況っていうことから改善したいと思うのであれば、頭で一生懸命考えるということだけじゃなくて、体も一生懸命使ってほしいんです。私がおすすめしているのは、とにかくね、 あの、生活習慣を自分の家の中で戻すってことです。そして家の中で何も仕事をしないってなると、やはり桜さんみたいな真面目な人っていうのは、あの、どんどん自分を責めることになるでしょう。ね。で、今は仕事行けない。で、それでおと、お母さんとかも、あの、それをちゃんと何とかしてあげたいと思ってるわけですよ。でもじゃあ家にいたら全く仕事ができないのかって言ったらできるんです。さて、消防箋の意地。何かというと、しんどいでしょう。 でも、しんどくない時を見つけて少しでも仕事をしてください。で、この仕事っていうのは今会社休職してるからできないと思うかもしれませんが、できる仕事っていうのがあるんです。それが何かっていうと、うち仕事です。おうちの手伝い。これは外貨を稼ぐものじゃありませんが、家族が生活をしていくために、自分が生活をしていくために、欠かせない仕事、うち仕事っていうのは大事な仕事がありますね。例えば、掃除であったり、洗濯であったり、ご飯を作るであったり、何でもいい、買い物に行くでもいい、 桜さんができることということを家で積極的にやろうとしてください。で、そうするとね、その家族に対して自分も何か、ああって、こんな自分で今こんな風になっちゃってお母さんごめんねって、仕事も行けなくてここでずっと家にいてね、あの、ごめんねって。だけども何かしら家の手伝いをちょっとでもすることによってお母さんって助かるんですよ。でお母さんも安心するんです。ですからぜひね、うち仕事、ね、何でもいいけども、いっぱい頑張りすぎる必要はないんです。 でもできることからやっていく。お風呂掃除をする、お皿を洗う。これら全部、実は私たちの頭の思考をストップして、そして私たちの体を動かしながら、心を落ち着けていく作用があるんです。だから、そのノルマがあってということではなくてね、でもお風呂の掃除をする、それから食器を洗う、食器洗い洗浄機使っちゃダメです。ちゃんとお水に触れながら食器を洗うという、この、 繰り返しいくつかの食器を数人のご飯にしたって食器が1個じゃないでしょ ?2 つ、3つ、4つってあって、そしてそれを洗って、洗って、それを拭いて、この単純作業が実は脳の活動っていろいろごちゃごちゃ考えてしまう私たちの脳のこの活動をですね、ちょっと休ませて休憩させると非常に積極的な休息になるんです。あるいは窓を拭く、掃除機をこうかける。 で,できるだけこういったロボットに任せないで自分でそれをやるんですで。それを繰り返していくうちにですね、この単純作業の繰り返しというものが、ゼンデラではサムと呼ぶんですけども、呼ぶんですけども、これがですね、私たちの体の脳,脳変調になってしまうというところから、私たちの体に対してですね、もっと、あの、脳のしを休ませて、私たちの体を働かせている。 働かせるで。そのことによって心身のバランスが取れ始めるんですね。だからまずは内ち仕事をする。これをぜひなさってください。そして次にですか。一日のうちに三つのことを気にしてほしいんですよで。それは何かというと、私たちの頭を使うこと、そして私たちの体を使うこと、そして私たちの心を使う、配ることです。この三つです。で、心を配るっていうのは何かというと、誰かに対して少しこう自分が思いやりの心をかけたり、 何かしら自分が、あの、他の人のために、あ、こういうことをしてあげようって思うこと。で、それは心を使うってことになります。心を配るってことですね。で、この頭を使う。これはいろいろ考えるってことです。で、桜さん放っておいたって、私の人生どうなっちゃうんだろう。将来どうなっちゃうんだろう。仕事どうなっちゃうんだろうって考えるんですよ。で、これ自体は悪いことじゃないんです。でも、こんな状況であっても何か私ができることがないかな。 ね、あるいは少し体が元気になったら、何か自分でもこれまでね、あの、持っている知識とか経験とか、あとは興味があることとか、何か勉強してみたいこととか、何かしら自分が社会復帰がで,できるっていう状況になった時に、家であっても、外に働きに行くにしても、何かしら自分ができる仕事っていうのがあったら、そういうことに対して準備できることはないかな。 で、そう考えてほしいです。考えるときにはちゃんと頭使って考える。それをノートに書き出して。で、私こういうことができるかもしれない。こういうことができるかもしれない。で、いろいろと仕事をこう焦らずですよ。でも調べてみて、ああ、こんな仕事もあるんだな。こんな仕事もあるんだ。世の中ね、結構いろんな仕事があります。面白い仕事いっぱいあります。家にいながらしてできる仕事もあります。だけども、これまで自分が考えていたという仕事とは全く違ったジャンルで、 ね、業界で、さ、業態を探してみるってこともありかもしれない。でもそうやってですね、こうやって、こういう風かな、こういう風かなって考えるときにはちゃんと考えるんですよ。で、これをちゃんと考えるっていうことを、とり、真正面からやると、実は頭もちゃんと使うってことになります。で、考えることが悪いんじゃないんです。考えるときはちゃんと考えなきゃいけない。ちゃんと人間には脳がありますから。体を使うときには体を使わなきゃいけない。ということで、いいですか まず、もう一回整理しますと、一つ目は何かというと、うち仕事をする。それから二番目です。二番目は、ちゃんと考える。で、桜さんは自分の将来について考えたり、自分が仕事に復帰した時の準備をしたり、自分が勉強したいと。今、時間あるわけですから。本を読んでもいい。ね勉強したいと思うことを勉強する。で、次です。三つ目。三つ目は何かというと、外に出るってことです。で、外に出て日光に浴びるってことです。 日光を浴びるってことですね。で、えー、外に出るのが夜だけとかダメですよ。なんか近所の人の目もあるからってことで、日中外に出ないようにしていたり、仕事に行ってる、なんて言うんでしょうね。外に出て、昼間仕事してないんじゃないってことがバレるってことを怖がって、家にずっといるか、夜になってから出かけている、行く人がいるんですよ。これがやっぱ良くない。ね、もう他の人のことなんか気にしなくていいんですよ。まず自分が元気になる。 ねえ、仕事をし,してないのなんて言われたら、おーしてますよって。うち仕事してますから、立派なもんですよ。ねで、とにかくでも、日中外に行ってほしいんです。で、日中外に行って、そして、太陽の光をまず浴びる。そして何らかの形でやっぱり人と関わったり、自然と関わったり、ということができるんであったら、それが一番いいですね。町がおすすめするのは近所の公園とか、近所のですね、ゴミ拾いをしたりとか、家の玄関の前を吐くとか、 そうやってとにかく外で何かしら自分ができることを見つけてやるでもとにかくキーは何か鍵は何かっていうと人からやってもらうことばっかりじゃなくて何かしら自分の頭を使う体を使う心を使うそしてそれを自分以外の人のために何かしらできることをやるちっちゃなことでいいんですおっきなことじゃなくてもいいでもそれをずっと繰り返していくとですね だん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 心の健全性っていうのが戻ってくるんですね。そして精神の健全性が戻ってきて、そして体の健康っていうものがまた戻ってきたりします。で、桜さん、関節リウマチっていう自己免疫疾患ですね。自分の免疫、自分を守るための免疫が自分自身を攻撃するっていうのが関節リウマチです。で関節リウマチ血液の病気だとかいろいろ言われてますけど、実はこれ完全にわかっていません。関節リウマチっていうのを患った医師の方、 を私、あの、ケアしたことがあるんですけれども、やっぱり医師の先生が、やっぱりその心とのつながりっていうことについて、すごくこれ関係あるんじゃないかと。そうです。人間にとっての一番大きな問題は何かというと、ストレスなんですよ。ですから、自分で自分の病気を作り出してしまってるかもしれない。でも、これね、あの、本当に、あの、桜さん、ともしこれ聞いておられれば実践していただきたいんですけども、自分のできる範囲でいいので、 自分の心を使う、配る、頭を使う、体を使う。この三つをテーマに、自分ができることを中心としてでいいので、できることからでいいので、家の仕事をする、ね、うち仕事をする、そして頭を使ってちゃんと考えるべき時には自分の人生について考える、考えるなったって考えますから。そして三つ目は、外に出る。そして日光を浴びる。そして外で自分のサムをするんです。うん ゴミ拾いでもいい、何でもいい、買い物でもいい、何でもいい。とにかくね、自分のためだけに生きない。何かしら、自分ができることをやって、別に誰から注目されなくても、誰からお金をもらわなくてもいいんだけれども、何かちょっとした、あの、自分の心配りをする。そうやって、自分に向いているベクトルっていうのを外に向けるようにするんです。そこにはノルマもない。別に人との比較や競争もない。でも、そうやってやっていくことによって、 嘘だと思ってやってみてください。心の健全性、体の健康っていうのが少しずつ少しずつ取り戻されていくっていうことを感じるようになると思います。で、もう一個ね、やるに気をつけてほしいことっていうのは何かというと、とにかくこのデジタル機器、ゲーム、YouTube、ねえ、いろいろなもんも含めて、こデジタル機器に関わってる時間っていうのを、とにかく減らしていかないといけない。 ね、その、とにかくうつ病になってしまうと、このデジタル機器との関わりっていうのはものすごい時間になってしまうんですよ。で、それがあるから余計うつが進んでいく。で、体を動かさなくなって生活習慣が乱れて。で、ずっと、ああ、もうこんな自分はってなって、それはなっていきます。でも、とにかくね、私たちは動物です。人間である前に動物なんですよ。ですから、部屋の中でずっと、うん、あの、何時間も過ごしていたり、 昼夜逆転するような生活をしていたり、ね。それからデジタル機器にずーっと張り付いていたり。それは動物としての体の健康というのは失われていきますよね。だからぜひそのことに気づいてほしいんですね。だから桜さんが本当にできる範囲で、だけれども自分が、自分のためだけに生きていると大人はやっぱり病んでいきます。 ね、かといってそんな社会貢献で大きなことをしなくてもいいんです。とにかく何かしら自分が身の回りにできることをやっていきながら自分の範囲でいいから、体を使うというところに鍵があります。筋肉を使うというところに鍵があるんです。ですから、ぜひですね、あの、自分の中でどうしたらいいんでしょうか。将来どうしたらいいんでしょうか。そのことだけでくる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 頭がめくってしまって、 で、じゃあ実際にあなたは毎日、桜さん何してるかって言ったら、ずっと何か YouTube を見てるとか、あれをや、なんかしてるってことで、どうしよう、どうしようって言ってる時間だけは増えていくんですけど。これどうにもならないんですよ。そう。本を読む、何かの勉強を今のうちにする、ね、そういうことをやりながら、ですか。心を使う、心を配る、頭を使う、体を使う、この三つを意識しながらですね、 自分の生活習慣というものを自分なりにルールを決めて整えていくっていうこと。それをお母さんにも話して協力してもらいながら一緒にまずそれをやっていく。そこから先っていうのが広がっていくと思います。ぜひですね、まある意味ではこのうつの期間、そうなってしまったということは、これある意味ではどん底におられるんですよ。でもね、どん底に行ってから人間は開き直れるんです。 それまでは皆さんなかなか中途半端に、あ仕事もある、これもあるって言いながら自分の人生とか自分の将来ということを本気で見つめ直すということがなかなかないんですね。だけど今、桜さん、あんまりこう人との関わりもできないからこそ、今、本当に自分自身に向き合うってことができるんです。で、ぜひその時にね、あの、どうしようどうしようっていうことだけじゃなくて、ちゃんと考え、そしてちゃんと体を使い、ちゃんと心を配り、 等身大の自分っていうものを見つめてですね、そして自分の将来に対して、よし、こんなことをやってみたいな。そういうことを思いっきり考えるという時間。それを今は貴重な時間を得てるんだって。そういう理解をしてください。体の疾患に関しても、心の今のね、状況、鬱の状況に関しても、 必ず自分自身が働きかけていくことによって人間は習慣の生き物ってどんな習慣をつけていくかによって今の状況よりは確実に向上していくはずです。これ多くの人たち、私これやってねって言ったことを本当にやった人たちはそれを実感しています。こうやってアップダウンを繰り返していく、ちょっと良くなったなと思って、またこう、ああもうダメだ。じゃないんですよ。人間はこうやって、こうやってちょっとずつ向上していくものなんです。でもぜひね、 桜さんだけではないし、こんな状況になっているのは。そしてまた、全く、打つ手立てがないわけでもないんです。鍵は、動物であるってことにあります,ですから。体を動かしてください。日光に当たってください。そして持てる力っていうものをちゃんと発揮して生きてください。これができないと人間は病気になるんです。声が出せるんだったら声を出す。心を配れるんだったら心を配る。ね。そして私たちは、 自分のためよりも誰かのためにって頑張ることがすごく一番力を発揮するっていう性質を持ってます。これ、タイ道場に来られた方は、あの、そのことを実感なさいますよね。いや、そうじゃないんだ。人のために生きって気使うから病気になっちゃうんだ。違うんですよ。逆です。全く逆です。それを疑いに思う方はタイ道場にいらっしゃってくだ私が目の前で証明してみせます。多くの人たちが人にばっかり気を使って、 そして自分のことをないがしろにするので病気になるって言うんです。今そのことの風潮が非常に大きい。違うんです。本当に人に気使えてますかって気使えてない人がほとんどです。みんな自分のことばっかり考えてるんですよ。どっかで。そして人に心を配るっていうことを無理するんです。無理するからダメになります。逆なんです。本当は私たちは自分以外のもののために 何かしら力を発揮するってことに一番喜びを感じて、一番その時に力が出るんです。でも本当は自分のオガマを通したいのに、何かちょっと格好つけて人のためになんつって頑張ってる人はすぐ疲れます。すぐ病気になります。だから本当の意味で、何かしら心から、ああ、何かしら私はこの人のために、この者の,のために何かをしたい。そう思うようなことを素直に自分がやっていく。で、結果として、 それが自分を生かすことにもなるし、他を生かすことにもなるし、社会をきするというところに繋がってくるんです。ですからぜひですね、表面的に物事を捉えないで、生きることの本質であったり、自分自身というもののありようというものを見つめ直すすっごく大きなきっかけ、そのきっかけを今桜さんを得ている。そしてその時間がある。これが桜さんにとっての最大のチャンスです。多くの人たちがなかなかそれをやろうと思ってもできないという、最大の チャンスを今、さくらさんは迎えている。ぜひ、慰めではなくて、本気でそう思っています。応援しています。